はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。このね、ガソリンスタンドに、仮拠点をちょっと設けて、ベッドとチェスト、作業台をとりあえず置きました。そしてまあ、ピッケル作って、まあ、今回はね、ここの十字路結構ね、いろいろな店があるんで、そこをちょっと探索しようと思います。探索して、まあ、次回、あれだね、報道用に準備して、で、戦う感じ？ホードを乗り切るって感じだね。で、ホードはね、向こうのオーストリッチホテルでね、乗り切るつもり。やっぱりあっちがね、頑丈だからね、あそこで乗り切ろうかなと思いますよ。とりあえず、今回は漁っていこうか。物資をね、適当に。よし。このガソリンスタンドはね、崩れ落ちたらね、終わりだけどね、もう。ここに荷物全部大体の物資をね、持ってきて詰め込んだから、このガソリンスタンドが崩されるとね、かなり被害がでかいからね。こっから離れておこう。お、ポテトとブラス。まあ、第三拠点にも行くんだったら、こういう細かいアイテムをね、集めといた方がいいかな。あ、空か。ツールチェストは空か。作業台ないかな？あ、作業台ないか。さすがに。鉄パイプもいるか。工事とか結局最初は作らないといけないからな。鉄パイプもあった方が便利かな。何もないな。何も入ってないぞ、ここ。冷蔵庫。食料。肉かー。まあ焼きゃいい話だから、いいけど。まあいいか、後で取ろう。生肉が入ってるとはな。レジ。あ、水だ。水は嬉しい。よしよし。本棚には紙。よしよし、いいね。で、一応金庫も開けていこう。さあ。ショットガンのパーツと、マグナムのフレーム。うん。まあ、品質はそこまでだから、分解してもいいか。よし。中はこんなもんか。外はまあ、ガソリンスタンド自販機があるけど。あとは車。あ、空。あとガソリンを。少々いただいておこう。これはもうバイクに入れておくか。OK。次はじゃあ、銀行だな。銀行に行こう。銀行の金庫をね、開けて何か入ってるかな。まあ、完成品の銃とかもね、入ってる可能性あるから、そういうのに期待したいね。あと、弾とかも入ってれば嬉しい。薬は別にいいか。この辺は布にしていこう。布は少ないからまだ。あ、これもスクラップにできるんだったな。そういえば。羽。ダクトテープはいいか。羽はいいか。今、かさばるし。最近クロスボウもほとんど使ってないからな。昼間は近接で戦えるし、まあ夜は、夜で銃とか使ってるしね。うん。特に。お、包帯、いいね。まあ、ノーマルの包帯は別にいいか。使っておこう。そして、こっちか。ん？なんだ？なぜお前そんなところにいるんだ？お前閉じ込められたのか。ついでだから開けてもらうか。よし、開けといてそこ。レジの金はしょぼいな。取ってもな。はした金だな、これは。あ、これはいらねえか。これは捨てよう。こんな、あれだ、フォード乗り切った戦利品を売った方がね、稼げるからね。チェーンソーのレシピ。
まあまあ、ショットガンとかハンティングライフル系の。まあ、ハンティングライフルは持ってきてないから、ハンティングライフルは作ってもいいね。ショットガン。と、ピストルグリップ、ハンティングライフル。なるほど。読んで。まだ開かないのか、そこ。ショットガン、組み合わせるか。ショットガンパーツ。あ、ハンティングライフルも、だいぶ組み合わせれるな。よし。あ、開いた。開いたぞ。ご苦労。さあ、眠れ。よし。で、こっちだ。ああ、ドリルのレシピか。札束は別にいらないな。アーマー、レザーアーマー。地味にあれだな、ドリルのレシピとかはあれか、サイエンスが上がるんだな。それは嬉しい。よし。金庫を。一気に開けていこう。よし、全部開いた。さあ、中身は、あー、しょぼい。あ、44。マグナムの。そして、オールドキャッシュ。SMG のレシピと、ショットガン、ロングバレル。これでショットガン作れるか。よし、組み合わせておこう。OK、ショットガン完成。まあ、いらないけど別に。まあ、修理とかに使おうか。持ってきたやつが、傷んだら。おー、なかなか、ピストルにハンティングライフルストック。品質は割といいね。ちょっとかさばってきたな。この辺のものを捨てて。おー、レシピが。あ、また見つかったよ。ドリルとチェーンソーのレシピ。これもサイエンスだ。あ、サイエンスいいね。サイエンスももうレベル50か。意外と高いな。こうレシピを結構読んでるからかな。これはアーマーか。アーマー系のやつだね。28か。やっぱアーマー系は上がりにくいね。紙。カヤのレシピ。久々に見たな、これ。ウェポンスミシング、レベル92。そして、スナイパーライフルのレシピ。あ、これはマックスレベルって書いてある。あ、これはあれか。ライフル系のあれか。ライフル系は確かマックスにしたんだったかな。いや、ライフルはマックスにはしてないな。ウェポンスミシングじゃないの。ガンスミシングか、今のは。そうだ、ガンスミシングはマックスにしてあるんだ。そして、レザー。レザー系も結構見つかるね。ハンティングライフルの、レシーバーと。OK。まあまあ、いいでしょう。品質も悪くはないし。まあでも品質がしょぼいのとか、この双胴系のやつは使わないから、スクラップにしよう、とりあえず。邪魔だから。ピストルも、品質はそこまでいらない。マグナムもいらないな、今は。どうせフェラル来たら山ほど手に入るしね。ハンティングライフル。結局パーツが見つからなかったか。まあ、ハンティングライフルもいらないんだけどね、今は。かさばるからね。なかなか持っていきにくいんだよ。よし。銀行はこれで終わり。本屋だな。次は本屋に行くか。一旦荷物を預けよう。よし、次はじゃあ本屋行きましょう。車、クワか。クワは別にいらないか。まあ、スクラップにしても、あれだしな。鉄くずを持っていくのも、あれだから。よし。おー、結構レシピ入ってるね。チェーンソーのレシピはもう、3個目だよ、今日。すげえ。で、クロスボウのレシピ。これもウェポンスミシング。ウェポンスミシングももうすぐマックスだな。紙。お、マガジン。エンフォーサーマガジン。いいね。
あ、そうだ、これもマックスなんだ。読む必要ないんだな、もう。読まなくていいやつは、あれだな。置いていこうかな。取っていて、あ、壊れている、ここ。誰が壊したの？紙にしてもいいし、まあ、集めてもいいな。本をね。紙。殻。あ、殻だ。お。これはいいね。まだまだアーマースミシングは全然低い。何もないな。お、来た来た。これもあれか、スクラップ系かな。アーマースミシング、よし。クロスボウ、お、 SMG、 これは読まなくていいのかも。多分、ウェポンスミシングじゃなくて、ガンスミシングだから、銃系は読まなくていいんだよね、きっと。だから、取っていこう。置いとこう。よし。で、何もないな。意外と殻だ。殻が多い。紙。お、アイアン、ブーツ。で、レーザーグローブ。おお、ショットガン。これは何が上がるんだ？ショットガン、スラグ弾。あ、これもマックスだから、ガンスミシングか。お、アルコールとスプリント。いいね。コーヒー豆。羽。鉄パイプ。包帯は使っていこう。水だ。よしよし。いいぞいいぞ。おお、いいね。ピストルだ。まあ、完成品の銃は、せっかくだからね。ゲットしておこう。なかなかいいぞ。あとは食い物ぐらい入っててもいいけどね。何もないか。この辺は殻か。後ろの方は、まあ本屋の後ろはあんまり期待できないけどね。布。札束。お、チャレンジカード。なんだろう。読んでみるか。なんて書いてある？キルサム。アンバージャックゾンビ with a fire axe。 ファイアアークスでこのゾンビを倒せってことか。誰かわかんないけど。うん、何もないな。布にしておこう、この辺は。で、金庫。さあ、あ、チャレンジカードだ。チャレンジカードは意外と多いな。で、ハンティングライフル系のパーツと。これは何だろう。キルサムプエマルゾンビーズ。あ、何でもいいのか。あ、珍しいな、こういうのは。あ、あれか。女性ゾンビを全部倒せってやつかな、これ。そんな感じだな。全種類の女ゾンビ系を倒せってやつかな。よし、これで本屋も終わりか。OK, OK. まあまあ、まずまずの収穫だね。よし。じゃあ、あとはこのオーストリッチホテルだけど、まあ、オーストリッチホテルは、いちいち全部調べるのは大変だから、地下の、車と、まあ、屋上の箱ぐらいかな？調べて。あ、ファイアアクス。アイアンか。アイアンの方か。薬莢4つ。微妙だな。いいか。まあ、一応これ今、斧ないから、持っておこう。あとは、あ、またアックスだ。あ、アックスいらないな、もう。まあ一応分解しとくか。こんなもんか。車は3台か。よし。じゃあ、扉をぶっ壊そう。
まあ、このホテルでね、戦うことになるからね。よし。屋上見に行くか、とりあえず。缶詰ぐらいだったらあれだな。このホテルの部屋のどっかにはいっぱいありそうだな。まあ、それで食いつないでもいいな。それか動物狩りに行くかだな。よし。ここから上がるか。いや、普通にここから入るか。よし。これはなかなか大変だな。よしよし。誰が仕掛けたんだろうな、こんなにも。OK。で、はしご一段一応壊しておいて。箱。あ、ここキャンプファイヤー。そうか、備わってんのか。ここに置いてもよかったな。お、レンチとオイル。まあまあ、いいでしょう。そして、おー、ハンティングライフル、ショットガン。まあ、品質はなかなかいいね。で、マグナムのパーツ。これはいいか、スクラップ。まあ、ピストルもいいか。ピストルもあるしな、もう紫2つも出たから。まあ、1個持ってた、来たやつだし、紫1個出たからね。これで十分だな。ピストル系のパーツはスクラップにしよう。ショットガンも別にもう特にいらないし。よし。とりあえずこれで OK か。すごい見晴らしだね、しかし。この水がすごい。やっぱり。おー。本当に水に囲まれてるね、ここは。結構広めの湖というかね、海だから、まあ、渡るのは大変そうだな。道をちゃんと通っていかないと。こんな感じか。なるほどね。おお、いいね。なかなかゾンビが来る方角も制御しやすいのかな。わかんないけど、どっちから来るかわかんないけどな、ホードは。うん。まあ、これだけ離れてたらあっちからも来れるだろうしな。どっからでも来る可能性はあるか。よし。とりあえずじゃあ、今回はこの辺にしておきましょう。まあ、次回、ここのホテルでね、戦うためにちょっと準備というかね、まあ、やっていこうか。トゲとかちょっと置いて、ね、有刺鉄線とかも持ってきたから、その辺も少し置いてね、時間稼ぎようとして置いて、戦い抜きましょう。まあ、無事に今回ね、生き残れるかわかんないけど、難しくなると思う。一番難しくなると思うよ、今回のホードは。というわけで、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。